孫昌光だよ。マナーは少年、シャオって呼んでね。ケンファ姉様が当主になったから、ついにシャオも一門衆の筆頭になったんだ。シャオは偉いんだよ。これからは姉様の右腕としてガンガン行くからね。もちろんあっちの方もガンガン行っちゃうし、シャオの魅力でとろけさせちゃうんだから。新恋姫英雄譚4発売まであと3日だよ。で明日は